はい、皆さん。お疲れ様でした。トレーニング終わりました。今日もね、めちゃくちゃ疲れましたよ。本当に。なんだかんだでも12時回っちゃってるんで。またね、のぞくなるわ。まあまあ、今日もいいトレーニングができたなと思います。今日は終わりましたので、これから帰りまーす。よいしょ。今日も2時ぐらいかな、寝るの。結構遅いわ。皆さん、夜は早く寝た方がいいと思いますよ。マジで寝不足。階段で帰りましょう。すぐ着いちゃうけど。有酸素違う。今日はあんまりスケボーやってる人がいないな。結構この辺ね、
まあ、地元なんですけど、めっちゃスケボーやってるんですよ、みんな。暗いな。まあ、スケボーはね、自分は全然やらないんで、良さがわからないんですけど、やっぱりね、まあ、好きな人は好きですからね、そういうのもね。いいんじゃないですかね。めっちゃ他人事やん。うわ、マジお腹すいた、今日。多分最後にご飯食べたの何時ぐらいだろう。7時半ぐらい、7時ぐらいかな。いや、6時過ぎだ。夕方の6時過ぎにご飯食べて、もう今、日付変わってて、深夜の1時ぐらいなんですけど、まだ食べてないんで、ご飯。やばいっすよね。急いで食べなきゃ帰って。よし、じゃあ帰ります。